どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんとポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイントへのポイント交換が2021年11月1日よりね開始になりましたということで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、この動画ね11月の1日今ね0時45分ぐらいなんですけども、なんと11月1日の0時にですねこちら発表がありました。ポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイントへのねポイント交換がね開始になりましたということで、私もね全然知らなかったんですけども、めちゃめちゃびっくりしております。いやこれはね本当にすごいですね。今までですねこのポイントサイトから、マリオットボンボイポイントっていうのは、まあ、一部のねポイントサイトではね利用できたんですけども、ちょっと私はねそこのポイントサイトあんまりお勧めしておりませんので、私自身もね利用してなかったわけなんですけども、なんとねポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイントでねポイント交換が11月1日もう開始になっております。またですねこのポイント交換ね11月1日から開始になったのを受けてですね 25% ポイント増量キャンペーンもですね一緒に行われてるっていう風になりますんで、このキャンペーンもね一緒に解説ねさせていただきたいななんていう風に思いますので、マリオットボンボイポイントね貯められている方、マリオットアメックスね利用されている方、またねポイントサイト利用されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで今回ですねハピタスからマリオットボンボイポイントにねポイント交換開始になりましたということで、まあ私自身はですねポイントタウンをね2022年ねかなりねリニューアルされていいなっていうふうに思っておりましたので、私ポイントサイトポイントタウンがねメインでいいんじゃないかみたいな話をね以前ねさせていただいたわけなんですけども、いやマリオットボンボイポイントにね交換開始になるってやばいですよね。というのもこのマリオットボンボイポイントっていうのは、もちろんねマリオットボンボイポイントっていうのはホテルのポイントなので、マリオットボンボイポイントにね無料宿泊で利用することもできますし、またねマイルに交換することができるんですよね。ここがね大きな強みっていう風になっておりまして、今ね燃油サーチャージがめちゃくちゃ高いですよね。これもですね燃油サーチャージがかかってしまう ANA マイルで ANA 発券した場合であったり、 JAL マイルで JAL 発券した場合はねこの燃油サーチャージ食らってしまうんですけども、これがねユナイテッド航空であったりとかアラスカ航空とかねアメリカン航空とかでね利用していただくとですね、特典航空券発券した時に燃油サーチャージってかかんないんですよね。でこれに交換できるのがマリオットボンボイポイントっていう風になっておりますんで、やはりねマイルで利用されている方はですねこのマリオットポイントっていうのはねかなり強いんですよね。で私もね2022年ね世界一周行ってきましたけれども、やはりねマリオットポイントってめちゃくちゃ強いなって再認識したね旅でもあったので、十中八九これからねポイントサイトハピタスねメインで利用するんじゃないかななんていうふうに思いますかね。いやーこれはね本当にびっくりしたんですけども、ぜひねポイントサイトね、まあこれ動画ね見られてる方でまだねポイントサイト利用されてない方もねいらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、いやーマリオットポイントね来たらねかなりね貯まる率もね変わってくるっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。ちょっとね前置きが長くなってしまいましたけども、ポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイントねポイント交換開始で 25% 増量キャンペーンっていうのが開始になっております。こちらね公式サイトなんですけども、マリオットボンボイポイント交換開始記念キャンペーンということで、誰でも 25% 増量キャンペーンということですごいですよね。でまたですねポイントサイトハピタスにはですねランク制度っていうのがありまして、こちらゴールド会員の方だったら 30% っていう風になってるんですよね。これもすごいですよね。ちょっとこのハピタスのねランク制度っていうのは結構前にねこちらの動画で解説させていただきましたんで、気になる方はねぜひチェックしていただければなと思うんですけれども、正直ねこのゴールドランクっていうのもですね本気でなろうと思えばね全然難しくないので、もしね狙いたい方はぜひ狙っていただければなと思うんですけども、まあ、今回
回ね、誰でも 25% 増量キャンペーンということで、キャンペーン期間はですね、2022年の11月の1日から2022年の11月の15日までっていう風になります。で、こちらね、対象者はこちらに書いてある通り、誰でもね、25% 増量でね、交換することができます。で、条件ですよね。ハピタスの場合は、まあ、今までね、いろいろなキャンペーンやっておりましたけれども、まあ、どうやったらこの 25% を受けられるのかっていう話なんですけれども、特にね、条件ないんですよね。これも非常にありがたいですよね。ですんで、今ね、ポイント持ってる方はそのまま交換していただければ 25% 増量、もしくはまあランクが高い人はね、 30% 増量でね、利用することができるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。はい、ということですんで、今回のキャンペーンはですね、特にね、条件もなくね、増量キャンペーンね、利用することができるっていう風になっておりますんで、注意していただきたいのは11月の1日から15日までということで、やはりね、これかなりね、強烈なキャンペーンということで、15日間しかね、キャンペーン期間がありませんので、まあ、この間にですね、交換ね、していただくようにしてください。で、ポイントサイトハピタスなんですけども、ポイントサイトハピタスから、マリオットポイントにね、交換する、詳細なんですけども、まず、交換レートですね、ハピタス1ポイントが、マリオットポイント1ポイントにね、交換することができます。で、最低交換ポイントは500ポイントから交換することができて、交換単位は1ポイント単位でね、交換することができます。で、交換手数料は無料っていう風になっておりまして、交換完了日ですね、こちらね、注意していただきたいと思うんですけれども、交換完了日は交換を申請した翌日から3営業日以内っていう風になりますんで、まあ、今日この動画が出ているのは火曜日ですので、まあ、火曜日に申請していただいたら、翌日の3日営業日っていう風になりますんで、水曜日から数えて、水木金っていう風になりますかね。はい、まあ、3日以内なんで、ちょっとね、あのどの時期でね、交換完了になるか正直わからないんですけども、翌日から3営業日以内っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、ハピタスポイントっていうのは月でね、交換上限っていうのがね、設定されておりまして、一月ね、3万ポイントまでしか、まあ一部の方を除いてね、3万ポイントまでしかね、交換することができない仕様になってるんですよね。ですので、まあ今回のキャンペーンもですね、最大で3万ポイントまでっていう風にね、基本的にはなってくるかななんていう風に思いますので、まあ今回ね、増量キャンペーン来ておりますけども、25% ね、増量キャンペーン利用した場合は、3万ポイントね、最大交換していただくと、25% 増量されて、7500ポイントがね、追加されますんで、まあ、3万ポイントがね、3万7500ポイントでね、交換することができるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですね。まあ本当にね、誰でも 25% 増量キャンペーンでね、利用することができるっていうのはね、かなりいいですよね。それでは次にですね、今回ね、ハピタスポイントがマリオットボンブポイントにね、交換開始になりましたということで、まあ一つのね、マイルへの交換ルートがね、できたっていう風になりますよね。で、ANA マイルと JAL マイルを貯められたい方は、マリオットボンブポイントに交換して、ANA マイル、JAL マイルに交換する方がいいのか、まあ今まで通りですね、ハピタスポイントを JQ みずほルートで ANA マイルにするのか、JAL マイルであればポンドとか D ポイントとかね、経由して JAL マイルにね、50% で交換するのか、どちらがいいのかという話なんですけれども、今まで通りですね、ANA マイル、JAL マイルに交換する場合であればですね、今まで通り ANA であれば JQ みずほルート、JAL であれば D ポイントとかポンタポイントとかを経由して 50% でね、JAL マイルに交換していただくのがね、おすすめっていった形になります。このマリオットボンボイポイントっていうのは、基本的にマイルへの交換レートは3対1っていう風になるんですよね。ですので、まあ、6万マイルね、交換していただければちょっとレート上がったりするんですけども、まあ、仮にね、ハピタスポイントに6万ポイントあって、まあ、6万ポイント交換できたとしてもですね、ANA マイル、JAL マイルに交換していただいてもですね、2万5000マイルにしかね、まあ、これは仮の話になりますけども、まあ、ならないんですよね。まあ、これを従来通りですね、ハピタスポイント6万ポイントあって、ANA マイルにね、交換すればですね、JQ みずほルートであれば4万2000マイルに交換することができますし、またね、JAL マイルであれば3万マイルにね、
交換することができるっていう風になりますんで、今回ねハピタスポイントからマリオットボンボポイントにねポイント交換開始にはなりましたけども、 ANA マイル、JAL マイルに交換される場合であればですね、今まで通りですね JQ みずほルートであったりポンタ D ポイントからね経由して JAL マイルに交換していただくのがねおすすめっていった形になります。ですので今回ねこのマリオットボンボポイントねポイント交換開始になりましたけども、まあ、基本的にはマリオットボンボイホテルでポイント宿泊されたい方、もしくは ANA マイル、JAL マイル以外のねマイレージ、まあ、アラスカ航空やったりアメリカン航空とかシンガポール航空、ユナイテッド航空とかね、ここら辺のマイレージに交換されたい方はですね、このマリオットボンボイポイントね交換していただくっていうのはねかなりいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、ポイントサイトハピタスからマリオットボンボイポイントへの交換開始ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、 25% 増量キャンペーンも来てですね、かなりいいですね。ひとまずですねしばらくの間私はねポイントサイトハピタスをねメインで使うかななんていうふうに思いますので、ポイントサイトね利用されている方、マリオットボンボイポイントね貯められている方はですねぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。あ、そうなんです、そういえばですね私 LINE 公式アカウントもね始めましたんで概要欄にね入っておりますんで、ぜひよろしければですねそちらもねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。